リサ・ミスコフスキーは、スウェーデン梅尾出身の女性シンガーソングライターである。スウェーデン北部のホルムスンドにて、チェコ人の父とフィンランド人の母との間に生まれる。父は、コントラバス奏者で、1970年代初頭に、ヘルシンキへ、演奏旅行した際に、母と知り合いとなり、そのまま結婚して、リサを設けた。12歳の時に、梅尾へ引っ越すと共にハイスクールに入ると、 ミュージシャンだった父のように作曲に興味を持つようになり、地元で結成されたリップスティックなる4人組のバンドに参加した。18歳になるとスノーボードの傍ら独学でギターとピアノを学び、散発的にライブへ参加し始める。またこの時期、ストックホルムのシェイロンスタジオにて、プロデューサー、ソングライターのマックス・マーティンとの共作でバックストリートボーイズへ提供した。 シェイプオブマイハートの作詞を手掛けてもいる。2001年4月25日、ソニーミュージックより、自らの名前を冠したアルバムでデビュー。このアルバムに収録された、ドライブワンオブユアカーズが、スウェーデン国内でヒットし、順調な滑り出しを見せる。またこの年のスウェディッシュロックベアアワードで、最優秀新人部門と最優秀女性アーティストの2、部門を受賞。 2003年10月には、スウェーデンのバンド、ケントのリーダーケンシンガーのヨアキム・ベルクのプロデュースにより、ホリム・ウォーターを発表。このアルバムは、翌年スウェーデンのグラミー賞で、最優秀女性アーティスト部門に輝く。またこの時期、スウェーデンのデスメタルバンド、イン・フレームスが発表した、8枚目のアルバム、カム・クラリティに、収録の楽曲、デッド・エンドで、 ゲストボーカルとして参加。2006年には、自らが住むノールランドからの音楽文化を、ヨーロッパ各国へ広く知らしめた功績を表して、オロフ・ヘイベリ賞を受賞。また、スウェディッシュ・ロック・ベア・アワードで、最優秀スウェーデン人女性アーティストと最優秀、スウェディッシュ・アルバムの2部門を受賞する。2008年には、ビデオゲームのミラーズ・エッジのテーマソングとして、スティル・アライブを提供。 2012年には、ユーロビジョンソングコンテスト2012にホワイスターと A ファイアで出場。最終的には、決勝進出できずに9位に終わっている。2003年に、ノルウェージンスノーボーダーのマリウス・ソマーと結婚。2007年と2010年に子供を授かっている。現在も梅を在住である。すべて輸入版、ディザ・ミスコフスキー再発売版のみ。 ボーナストラックありホリングウォーター2種類のジャケットがある。チェンジズラストイヤーズソングズグレイテストヒッツベスト版。ありがとうございます。